YouTube! Yes! 不動産の日本仕事沢重みです。とうとうこのコンテンツに来た最強のこのコンテンツ。対不動産購入投資の購入編の買い付け証明書。ここがもう山場の山場買い付け交渉、値引き交渉じゃないですよ。適正な価格で差し値を入れるためのこの交渉ずつ、この買い付け証明書の入れ方に全てのポイントがある。ここがこの コンテンツの最大の山場です。ようこそここまでいらっしゃいました。さーて、じゃあ今回ね、この回を見ていきましょうね。ということで、交渉術、ザ・交渉術ね、前回からいろいろやってきました。こういう紙を送ってください。こういうふうに銀行員の気持ちでやってください。そして、この交渉は誰にしますかそうです。売り主様に対して、つまり売り主様の え代理不動産業者である元付業者に対して行うんですね。どうやってやりますか元付業者に直接会えないかもしれませんね。直接会えば直接やっていただくけども、客付けを通してやるかもしれませんね。客付けの不動産業者。ということで、この買い付け証明書1枚。 買い付け証明書っていうのは、ね、不動産会社ごとに何かフォーマットが作ってあってそれを入れたらその金額で、えー、ローンがね降りるんだったらその金額で買いますよというその証明書なんですねだから1回それを入れたら最後売り主がノーと言えばそれで終わりますけれども売り主がそれでイエスと言ったらその金額で買わなきゃいけないんです。 ねもうあまあ、破棄することもできますけど、その契約の段階において、ね、手付金を入れて、えー、もうその手付金を放棄して、その買い付けをあのやめるとかね、そういうことはあるんですけども、手付金入れたらね、まあ、10%とかね、100万円とか入れてますんで、結構大変ですよね、なので、もうこれを入れる段階においては、この金額で買え、で買ったら、もう私は必ず勝てるんだ、ぜひこの金額で買わせてください、オーナー様というのが、この買い付け証明書になります。 じゃあそれをね見ていきましょうでもねこれ内見人の写真を撮影しといてください内見というのは現地に行ってその物件を直接自分の目で確かめるってことですねそれで写真を撮りますこれはねあの一番最初に内見行った物件の買い付け証明を入れるのはねあのお勧すすめしませんよなぜならば内見というのはねやっぱね 5回以上やらないとね、なんとなくそういうその、このクラスのこの物件を最初見たらね、うわー、嫌だーとかあの、もう自分の感情が先行しちゃって、な見るべきところ見れなかったりするわけですよね、それで5回くらいやると、だんだん経験値がついていって、ああ、あの紙にこうやって書いてたことは、現実ではこういうふうになってんだっていう、その経験値がね、5回くらい溜まってこないとなかなかね、その交渉したり、その買い付け証明書を入れる勇気が出てくるところまでいかないのでね、ねとりあえず買わない物件も見に行ってください。 そしてこの物件こそはというものに出会った時のために他の物件を見ておくんですよ。はいということで、えー、まあ、そこでね写真を撮るときにこう実空室、ね、これあの前回どっかで説明しましたけれども、えー、と例えばあのー、物件資料には満室って書いてあってもどう見ても空室の部屋とかがあったりするわけですよ。でそこのの、えー、なんていうか、あのー あの投函するあの手紙とかが入ってるあのボックスありますよねあの、メールボックスみたいなやつ、あれを開けるともう山積みになってて、あの山積みになってるってことは、もう超長期の出張か、そこに人が住んでないってことですからね。で、いい管理会社はそれを当然、誰か内見者が見に来る前に、ちゃんと捨ててたりするんですけどね、そういうのもやってないところっていうのはその、そういう部屋が例えばあの、10室中5部屋くらいあったら、これ50、50%くらい空室なんじゃねえかなって思って、外側から見ると、まあ、 ね、カーテンがない部屋があってね、その,その番号の部屋がね、例えば201号室だったら201号室ってこうメモといて、その201号室のところ、外から見たらカーテンがなかったらそこ、人住んでませんからね。<laughs> だって、カーテンのない家に住んでる人いますか、ね、それとかもう、あのまあ、室外洗濯機置き場っていうのがあったり、まあね、室内の家が多いと思いますけど、室外洗濯機置き場があるところもあるんです、つまりベランダにその洗濯機が置いてあるのが普通の物件っていうのもあるんですね。 そういった時に、そこの部屋だけ洗濯機が置いてないとかね、他の部屋は置いてあるんだけど、そこの部屋は置いてなかったら、ここには明らかに人住んでませんよね、だって洗濯機なくて生活している人いますか、ね、それとか、もう明らかに外から見て、電灯がついてないとかですね、まあ、あのそれとか気の利いたところはそのカーテンはちゃんと閉めてあります、閉めてあるんですけど、まあ、例えば冬なのにエアコンがついてないとかですね。 そういったところは人を住んでない、まあ、大体あのメールボックスの,、ね、あの溜まってるので分かりますけど、それで何号室と何号室、満室という記載になっていますが、本当に入ってるんですかっていうのを自分の目で確かめないといけないわけです。それね、向こうもあのおかしいですねあの、資料上はこうなってるんですとかねあの、はっきり言って案内しに来た人も初めてその物件に来る人とかが多いですからね、その案内する不動産業者でもね。 あのオーナーから渡されたそのレントロールっていう難護室に誰が入ってみたいなのをねあの名前は書いてませんけれども。 そういうのを渡されてね、ただ説明してるだけなんですで、ここの部屋は空室なんで、中は見れますよみたいな言ってで、満室だとね、すべての部屋に入れないので、あのー、中の内見の状況とかできないので、まあ、そういう物件にはね、あんまり行っても意味ない、まあ、ただ場所がここなのかな、あのーね、コンクリートの板みっかったらどのくらいなのかな、で、それでまあ見るんですけど、まず空室、本当にそこが空室なのか、満室なのかっていうのを確認しながら、え満室じゃない部屋がないあったとかって、そういうのもね、全部書いておいてください、あとでね、使いますよ。 であの例えばね、ここ見てください、雨漏り、ね、こんなの見てもわかんねえって思うかもしれないですけど、あの部屋の中に行くとね、あの壁を見ると、ちょっとね、なんか茶色いようなシミみたいなスッ、すーっと天井から降りてたりすることがあるんですね、でももちろんそれは乾いてるんですよ、乾いてるんだけど、この筋は何かなっていうと、例えばその,あの壁紙がちょっと浮いてるところとかね、か浮いてるっていうのは、その後ろに水が伝ってきたってことですからね。っていうのもね、これはね、あのもう、 持ってないと、まあ、自分で、ね、そういう雨漏り物件とか見てないと分からないんですけど、まあ、あのやっぱ水が乾いたような跡っていうのとか、天井のここだけがなんかちょっとね、色が変わってるとか、それって雨漏りですからね、まあ、そういうのも写真撮って、南号室がこういう雨漏りがあるんで、えー、これはし天井を修繕しなきゃいけないので、50万円と見積もっておりますとかって、あとで作りますね雨漏りとか、ね、あとベランダ。 あの構造物っていうのは、基本的に壁だけっていうのが一番強いですね。そこに窓がついたり、出窓がついたり、なんか、あのベランダがぶっ刺してやったりすると、そこのぶっ刺してやるということは壁。 に隙間がががででできるるっっってててこすすから、ね、そこかららねそ水が入ってっていう建物の具体が弱くなるんですよだから、あのー、私の物件でもこのベランダがね抜け落ちて、えー、と残念ながらその住んでいた方が怪我をしてしまったなんていうのもねありますそ,そういうリスクを事前にカバーするためにはもうベランダがない方がいいっていうのがあるんですけどベランダがないとねもう干したりその室外なんか洗濯機置き場とかあのクーラーのね室外機とか置けないんで、まあ、大体ついてますけどその構造が 壁からだけ支えられているのか、ちゃんと柱が下に、下まで、あの地面まであって、そのベランダがあるのかで全然違うんで,で、これ、柱があるんだったらね、結構安心できますけど、本当、壁からただ出てるだけのベランダとかね、危ないんでやめてくださいね。まあ、そういうのを写真撮って、別にそれ,それ買ってもいいんですよ。で、ここはあの柱で補強する必要があるので、1つのベランダにつき30万円の費用がかかりますとかね、そういう見積もりに使いますので、写真撮っておいてください。 そして畳の部屋も写真撮っていってください。畳の部屋ねあの見ればわかるんですけど中古物件ですから日が当たってねそこだけちょっと色が変わってたりねあの微妙にこうアイロンがちょっと落ちて焦げてたりとかですねあの普通に住んでてもそこにタンスが置いてあるとそのタンスので日焼けしてないところと日お日様が当たって日焼けしてるところの色がくっきりしてたりするんですねどうですかそういう部屋あなたがあの入居してし 入居すすすする時に住住みみたたいいでででかそうねくなよだから畳っていうのも変えてフローリングにしちゃうのが一番です。まあ、その施工方法はあの時間があったらやりますけれども、そういうところとかもカサッと取っておいて、この畳を傷んでても、畳の部屋はフローリングにしないと今の時代、あのお客様が入ってくださらないので、ここは1部屋30万かけて畳をフローリングにする施工をさせていただきますとかね、それも後で使いますよ。あとね、コンクリートのひび。まあ、コンクリートはひびが入っているのは普通なんですけれども、そのかぶりやつとかね、まあ、自分で調べてください。あの コンクリートを響とかで調べるといろんなね見方があるので、それ写真撮って、これはちょっと水が染み込んでますねとか、染み込んでませんねとか、ちょっとあのはっくりしてますねとか、シャブコンが使われてますねとか。あの <laughs> 今言ったのに意味わかんない人は自分で調べて自分でやってくださいね。でそういうのを写真撮るとここはちょっと補修する必要がありますとか基礎をもう一回やり直す必要がありますとか基礎をやり直したらね1000万とかかかりますんでそういうのできないんですけどあとはもうなんかちょっとね崖に乗り出してってその基礎がもう折れそうですとかそんな物件買わないでくださいね。あの基礎とかが終わってるやつはもう自分で直しようがないので出費の方が大きくなっちゃうんで。 そういうい要は自分が許容できるリスクなのか許容できないリスクなのかってこれねあのはっきり言って分かんないと思いますけどな何件もあの物件を見たりその物件をすでに持ってる人と,とディスカッションすると見えてくるんで、まあ、そういう先輩がいればあのそういう先輩に内定の時に一緒に来てもらうとかねそういうことをやって自分の経験値をどんどん上げてってくださいそれでも分かんないことありますからそのリスクは自分が背負うんですよ。 はいそれとね、あとね、これはやばいんですけど、貯水槽がある場合、これはね、相当値引きできます。あの貯水槽っていうのは、ね、もう要は金食い虫なんですよ、清掃しなきゃいけないしね、あの定期点検しなきゃいけないし、大体ね、10年もすれば壊れます。<laughs> 壊れるっていうかね、もう中が汚かったり、虫が入ってる、まあ、それ掃除するんですけど、あのー 水道管からの圧力を上げて、えブースをして、それでその各家庭に届ける、ね、設備がありますので、最近はそういう風になってるんですけど、その古いやつとか貯水槽があったりして、これはね、もう金食い虫なんで、これを買える必要がありますって言って、これはあの300万とかね。 あのかけてこの貯水槽をその水道の設備に切り替えますんでみたいなことで見積もりでその貯水槽がどれだけボロいのか、ね、どれだけ錆びてるのかえ中は、ね、あの写真撮れない場合が多いですけれどもあのどれだけ終わってるのかもう,こう変える必要があるんですっていう写真を撮って証拠にしてください。そして、えー、エレベータータ エレベーターもね、まあ、あのこれがあの一番最初の物件はエレベーターなしがいいと思います。なんでかというとね、エレベーターってのが壊れてる人とね、1000万とか2000万とかすぐ飛んでいくるんで、そうしたらね、あの1年分2年分のこうキャッシュフローが飛んでいってしまうので、大概の場合耐えられません。 えー、なので、えーっと、私は2階建て、3階建てくらいの,その木造のとかそういうものを1軒目にはあのお勧めしてますが、まあ、そういう理由もありますね。でエレベーターっていうのはもうさ、もう金組みしですね、やっぱ定期点検、それで専門のオフィスビル、メンテナンス会社とかに入ってもらわなきゃいけないので、ランニングコストはかなり圧迫します。 でもしそういうのがある物件をどうしても欲しいんであればね、あのそれは写真撮ってこれなんで、エレベーターをあの新品に交換する必要がありますみたいな資料も作ったらいいと思いますね。今何ののの話をして,るのかっていかとう内見の時に どうやって値引きをするのかっていう材料を揃えていくわけです。じゃあ、それね、それを、ね、とうとうと今みたいに説明しても、ねあの、それを例えば営業マンに言ったとします。営業マン、また聞きですから、その次の営業マンに言います。その次の営業マンがオーナーに伝えるわけですね。はっきり言って何も伝わりません。なので、紙に書いて出す必要があります。そして、その紙に書くのはシンプルに一つの紙にまとめる必要があります。ということで、鬼まむし対 えー、売り主交渉例文を参考に作成してください。これがね、次出てきますよ。<laughs> ね、この例文、これもあのアップしてありますんでね、それを使って、平行のように書くのかってやっていただけたらと思います。うん、そしてね、視点は常に、あなたが売り主様だったら、そうですね、もう買ってやるようじゃないんですよ。あの 売っていただきますなんですよね。あなたが売り主だったらね、その例文見てどう思いますか、この高飛車なあのなんかね、刺し寝野やろう、バナナの叩き売りじゃねえんだ、こっちは1億で売ってるのに5000万円でだったら買ってやりますんそんなやつムカつくわって、ね、ムカついちゃったら感情が先行って、その後の内容がどんなによ,よかったとしても、あのもう売ってくれませんから、ね、人間、感情の生き物なんでねで。まずは売り主様だったらどう感じるのか、あなたが売り主様だったらこう言ってもらいたいなっていうところをね、やるんです。 でその交渉文を見てね、どう思いますかっていうのでこう練り込んでいくわけですね。ぜひ、あなたの人生をかけてその文章を練り込んでみてください。そして、多少安くてもね、うわー、安く売るでも、多少安くても、この人に売りたいって、ね、オーナーが思えばいいんですよ。ね、あの自分が損してもっいうことは相とないですけども、その方は、ね、売ろうっていう時点でもう、その物件からもうだいぶもう収益、利益を上げて,てもて、早く次の物件に行きたいで。物件を売る理由は相続か、 あの資金をこう一つにまとめてあの地方の物件を売ってえ都心の物件にこう自分の周りに、ね、あの物件を集中させたいとか、ねまあ、人によっては相続対策で資産借をしたいとか資産借というのはう税金が安くなるということですね、いろいろ思惑があるんですけれども,もう大体利益取り終わってますんでそれはもう、あのー、東京も見た段階で分かりますね、ねどうやって分かるのかというのは以前の動画で説明しました。あのー 多少安くてもね、本当は1億円で売りたいんだけど、8000万円でもいや、5000万円でもいいこの人に売ってもいいかなって思っていただくことが大切なんですね。ということで、これはあのその人にね、売り主と顔を合わせるのは、本当、最後、銀行で決済する、銀行の、えー、っとロビーとかですね、あのそういう待合室とかね、そういうところで雑談しながら、の決済のお互いのね、あの 定時計、抹消とかあの、場合によっては司法書士の方がそこにいて、はい、今、口座に振り込まれたの確認しましたみたいなの、そういうやることもありますね、まあ、最近やらないこともありますけれどもあの、その時に初めてお会いするくらいなので、それまでの講師はもう全部、えー、その業者を通じて、えー、何々さんあの、売り主が何とか言ってますって、こうまた引きで聞きますからね、その時ににたぎきじゃなく、直接売り主様の目に届くのがこの1枚。 そうですこの買い付け証明書です。ということで、この買い付け証明書に何を書くのかね、業者を介して自分の思いを伝えるわけです。そして、出したら待つわけです。そして、その間にで,ですね、次の物件も探すわけです。だって、もっといい物件が、ね、出てきたらね、えーっと、買い付け証明書を入れましたが、オーナー様から、えー、お答えがないうちに、 別の物件を買う運びとなりましたので、これについてはキャンセルいたしますっていうのね、向こうからの返事が返ってきてないうちは、ね、できますからね、でも返事が返ってきて、この金額で売りますと、その代わりこの金額、大体ね、あの調説明するローン特約というのがついてますので、ローンが下りなかったら、この申込書は向こうになりますみたいな感じなんですね。まあ、だから、そこはあの、えー、と不動産業者の方にちゃんと聞きながら、当然書いてくださいね。で 待って次の物件を探しますそして、中介業者を通じて、もしくは売り主あの、元付業者に直接差し値交渉していくという流れになります。はい、来ましたね。これ、あの提出時はこのページを削除してください。これ、説明文みたいなもんですね。これが、鬼ま虫対売り主様交渉例文ということで、まあ、こんな風にに、ね、書いていったらいかがですかということでね、私、邪魔なんで、ちょっと端っこのように消えますけれどもね、<laughs> 文字が見えないんでね。 あの架空の物件に関する資料ですと。で、まあ、ここはねあの、読んでください。であの筆この、このフォーマットに従って、書、え、き、ー、のように参考にして記載してくださいということで、まあ、さっき私があの補足したようなところとかが書いてます。もう一度言いますけれども、えー、あなたが売り主様だったら、その交渉文を見てどう思いますかという観点から、多少安くても、この人にぜひ売りたいと思う文面を作ってみてください。で売り主様は少なくとも 元の入居者の方々に、今入っている人たちですね、幸せで快適な生活をしてもらいたいと願っているんです、だって自分の物件に住んでくださってた人ですからね、であの少なくともそう思ってますし、これまでオーナーとして、様々な問題をその物件に対して、ね、解決してきたという自負を持ってるんです。でこの物件、私の可愛い育てた物件だと願っている、その物件をただただバナナのように買い叩いてくる人が来たら嫌ですよね。 なので、私が新しい、あなたに代わっての新しいオーナーとしてふさわしいんです、素晴らしいことをやって、そこにいる住人の方々を幸せにしていきますというような観点で、かつ、そのね、あなたの大切な息子たちを預けるような親のような視点で書い,て書いていくんですね、そういうふうに思っているオーナーさんに納得していただくということです。で、簡素に思いを伝えていきましょう。例えばね こんななような感じで書くのもいいですね、えー、この地に詳しい先輩であるあなた様でも満室にできませんでした。ね、これ事実ですからね。で私はさらに到底、えーまあね、難しい新参、まあのものなので、えー、どうか何卒とぞお近づけをください。 そしてあなた様があたかも自分の子供であるかのように可愛がってこられた入居者様をより幸せに快適にして不動産経営を引き継がせていただきます。どうか安心、ご安心くださいと、まあ、こういう気持ちですよね。この物件で、えー、また売り主であるあなたに巡り会えて幸運です。まあもうねね、次のステージへ上昇される売り主様。これ気持ちですよ。書かなくていいですよ。次のステージに行かれるあなた、売り主さんはね。 新参者である、こんなね、自分に対して、何とぞチャンスをお与えくださいっていうね、こういう姿勢ですよ。向こうはチャンスを与える側ですからね、こっち、チャンスを恵んでもらう側ってことです。それは、すなわち1億円の物件を5000万円で買わせてくださいってことですね。すごいチャンスですよね。えーまあ、そこまで、ね、値引きできなくても、勝てると思えばいくらでもいいんですよ。はい。で、えー、私はただの値引きやろう値引き要求やろうではありませんと。 そうですよね、う早く俺、俺様に買ってやるなんて、そんな姿勢だと、ね、聞いてくれませんからね、でこれから満室にして、あなたが愛したこの地域、ね、そこに物件を買ったってことは、その方、その地域を愛してるわけですよ。 で幸せを引き続き提供させていただくために最小限の修繕投資を私目にさせてくださいというこういう気持ちですね。ここはそういう気持ちで書いてくださいということなんで文面にそのまま書けばいいってもんじゃないんですよ。はい、じゃ中身を見ていきましょう。はい、これがね、買い付け証明書になります。このフォーマットの形っていうのは不動産業者によって全部違いますんで、まあ、参考だと思ってください。 でまあ、住所と氏名、自分の名前とね、いつ申し込んだのかっていう日付を書いていきます。そして、その物件のね、あの所在地番登記簿上のやつで書かれていることもあるし、まあ、普通の住所で書かれていることもありますけれども、まあ、それで南平米、まあ、これどっかのね、とある物件、まあ、5726万円って書いてますね、あ売買金額がで、手付金がこれ100万円をいつまでに。 えー、入れる予定日がその、まあ、それはあの交渉して決めてください。それで最初、下に融資条件って大体書いてます。この融資条件ありなしってありますけれども、これをありにすると、これ、融資、あそうですね、あの、あ、融資利用がありですね。融資利用はありなし、それはあの要は現金即決じゃないってことは、これ、融資はあるのでありにして、何々銀行予定ってことで、これはあの以前に説明した、あの、 シートでね、この物件買いたいんですって言って、銀行にあらかじめ送ってて、OK をもらってればいいですし、ッケー他の物件で似たようなね、まあ、全く違う物件だとダメですよ、似たような物件で一度 OK をもらっておいて、えー、売り主様に私はこのくらいの物件はあの OK をもらってる人なんです、で、頭金が例えば1000万入れろって言われたら、その1000万円も払えるんですっていう状態で、 この物件に買い付けを入れるんですよそして、その一番、ね、ここにあるあの融資特約、ここにありますね、この融資特約はありで入れといてください。この特約をありにしておくと、この融資が銀行から降りなかった場合は、この証明、買い付け証明、この契約は、えー、無効ですよ。だから、手付金もちゃんと返却してもらえますよっていう、そういうことになってます。そして、ここね、細かいちっちゃい字で、ここ書いてます、ここね、ちっちゃい字で、ね、購入価格の理由ってありますけれども、 これがね、えー、見ていきましょう。これがそのオーナー様に送る私からの手紙ですね。えー、っとじゃあ、これを拡大していくと、購入価格の理由あの、さっきの紙の1枚の中にこれを書いてください。なんでかというと、2枚目があると、あの印刷したときに渡さなかったりするんですね。あの <laughs> 買い付け証明書は必ずオーナーの目に入りますが、2枚目はこんなの書いてね、 こんなのオーナー様に見せられないよと思う不動産業者もいるわけです。で、その不動産業者はあの買い付け証明書を途中でちょきちょきちょきって切ってその上だけ渡すってことはま相当しないと思います。その買い付け証明書は A4 でそのまま渡すと思うんですけど、そこに書いてないとあの二枚目はこれねあのオーナーに見せるもんじゃなくて買い主が勝手に気持ちを書いた文章だなと思って消しちゃうことがあるので、もうそこにあの買い付け証明書にそのまま書いてください。これ手書きでもいいですけども、まあ書いてね。えー まあ、例えばここんなことを書きます、えー、購入価格の理由、現オーナー様が愛された本物件の、うん、現入居者様に引き続き快適な入居生活を続けていただくとともに、満室経営を目指すために以下の処置が必要と考え、記載の金、えー、購入金額とさせていただきました、オーナー様の愛したこの地域の振興に寄与してまいります。 どうか私のよううな新参者にもチャンスをお分けください、ね、どうですか初めて会った人はこんなふうにね、あの言ってきたら、おなんだこれ、こういう、チャンスでも上げてみようかななんてね、思うかもしれませんね。そして、ここに金額の根拠が書いてあるわけですね。例えば、ここに書いてあるのは、例なので、別にこの通り書かなくてもいいし、もっと金額を上げてもいいし、実際に見積もりをとって、高かったり低かったりしたら、金額を変えてもいいんですよ。まあ、ここは悪魔の一例です。 ただ、まあ、こんなこと書けばいいなって、部屋のリフォームをしないと貸せないんですということですね。で、畳をフローリングに改修しなきゃ、ね、最近入居者が入らないの、あなたもわかってるでしょと。で、55万円かける28円、この物件はね、28部,部屋の物件だったかもしれませんね。そうすると、1部屋に、まあ、畳、ね、自分でやればねあの、この工事は工事費で1部屋3万円くらいで済むかもしれないですけれども、まあ、業者に頼みはね、ざっくりこんくらいかかるかなっていう感じですね。高えよと。 まあね、あの本当に55万円かよって言われるのが嫌な人はそこであの業者の見積もり取ってもいいですけどあの過去の、ね、別の類似の同じ平米数の部屋のフローリング改修工事の実績とかをつけてくださいこれがあの自分の親しい業者の金額ですって言ってねやればいいですけど、まあ、大体まあこんなもんだと思います55万円かけ ×28 部屋だと1500円。 40万円ですよねつまり、そんだけ安くしてくれってことです。そして2階のベランダ部分について、接合部から雨,の雨水侵入形跡ありって、もうそれ写真撮ってね、あのやってるわけですよで。脱落による住人落下の可能性あり、ベランダ、荷重補強工事予定、40万円かける14部屋。まあ、だからこれ、2階建てなんでしょうね。だ28部屋のうち上にある14部屋分は、 だいたいざっくりこの掛け算すると、五百六十万円ですと。と、コンクリートひび割り部分の基礎回収八百八十万円、まあそのね。この基礎をひび割れてるところに、このコンクリートを、ね、注入して、中から注入したりするんですよ。そうしたら、コンクリートの中にその新しい材が入って、えー、強化されると、まあ、それが八百八十万円。 水道引き込み部分の赤サビ補修 B と、例えばまあ A と B とがあって、B とのほうがちょっと遠くにあって、そこの水道の引き込み場所っていうのから、どこからがあの売りその所有者の責任で、どこからが市町村の責任かっていうのが、ね、決まってますんで、そこがす自分の責任のところがめっちゃ長いと、そこの水道管が腐ってたら、自分が変えないといけないんですね、その責任区域よりも向こう側だったら、市町村に、ね、言うと変えてくれるんですけれども。 その自分でやる、それが、まあ、例えばここだと6平分ビートがあったとして、えー、水道引き込み、再引き込みで38万、まあ、大体こんなもんですかね、まあ、距離にもよりますけどね、それを28屋分やるんですと、あまあ、でこんくらいの金額ですかね。で水 貯水タンク、さっき言った貯水タンクが老朽化でこれを丸ごと買える必要があって480万円見積もっていて東側の擁壁部分これ多分隣家の隣が崖みたいになってるんでしょうねでその擁壁もなんか補修しないとこう崩れてくる可能性ありみたいなので750万円ですかねでこれを、まあ、その当初の購入価格の 1>, えー、1億1000万円からこうどん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 引いていくと、最終的に5726万円になりましたという計算式で買い付け価格が確かね、5五千七百7 2 6万だったんですね。これがね、うん、こういうふうに買い付け金額がなったわけです。はい。どうですか、これ見て。なるほどなと、一つ一つはね、確かにこれ直ってればいいよね。でも、売り主としては、 これも全部含めて1億1000万円で売ってるのに、あなたは5700万,万円と言うんですかと、そうです、言うんです。そして、このなぜ5600万円かっていうと、自分が5600万円で買えば、この物件必ず勝てるなって確信をエクセルシートでね、おにまぶしエクセルシートで弾き出して計算したんですよね。あなたが計算したんですよね。 5700万円だったら、この物件の稼ぐ力と見合って、利回りが20%、満室だったら25%くらいになるって、多分計算したんですよね。だから5700万円です。そして5700万円になる一つの理由と計算式はこれなんですよと。その一つ一つに理由があるんです。私も経営者なんです。あなたがこの物件から十分な利益を得たのと同じように、私もこの物件からあの利益を得て、えー この物件と周りの人たちと、そして住んでる人、住人の人たちにいい生活を営んでいただくチャンスをくださいということを、こうやって一つ一つ納得できる理由でね、あの55万円か、まあ、高いけど大体そんなもんだよなっていうところをかける部屋数とかね、<laughs> つけていって、私は5700万円で買えば勝てるんです。だから5700万円で売ってくださいじゃないんです。5700万円の理由はこれこれこういうこと。 なんでかっていうと、住んでる人に幸せに、ね、なってもらいてそしてあなたの愛した入居者様、あなたの愛したその地域、あなたの愛したその物件をもっと愛します。ここまで私は考えてますので、どうか私にお任せください。これをここの,、えー、この下の方にぶわっと書くわけですね、小ちっちゃくしてこう、もう買い付け証明書に、ね、こういうのを書くスペースがない場合もあります。 そういう場合はの隙間にぐわっと書いてください。あのなんでかさっきも言ったけど2枚目はねもう渡さないんですよ。なんでかっていうと不動産業者こういうのが書いてあったらね説明しづらいですよね。だからこういう風うに説明してくださいって言っても絶対不動産業者オーナーに説明してくれないのでここに書くんです。書くとオーナーは当然これを読みます。 売り主さんの手書きでね、まあ手がうん、印刷したの貼ってもいいですけれども、手書きでこんなの書いてくれてんだと、どれどれって、お1億1000万で売ってるのに千百、5700、う、万、ん、もう帰ってもらえと、逆にその不動産業者はこういうね、もう、なんでこんなね、もうバナナ叩けきみたいに安く差しにしてきたやつの買い付け証明書を俺んところに持ってきたんだ、この野郎って怒られる可能性があるんですよ。 でも、それはしょうがないです。私はその金額じゃないと買わないと決めたので、そして買わない、この金額で買えないんだったら別に次の物件に行けばいいんです。物件はいくらでもあります。すべての物件にこの値段で買えば勝てるという値段が定義できるだけなんですね。はいじゃあね、校舎のポイントをおさらいしていきましょう。ね、不動産仲介業者に説明する。でも、ね、さっき言ったのを全部説明します。ね、紙渡してあのでもね 仲介業者はオーナーに説明できません。ね怖いんですね。叱られるのが、なんでこんな紙を持ってきたんだ、バカ野郎って言われるのは怖いわけです。ねみんな怖いことやりません。で、でもね、この買い付け証明書に書いてあれば、オーナーはほぼ必ず読みます。もちろんね、この差し値の買い付け証明書自体を握りつぶす不動産業者もいます。ねどうせあのオーナーうんって言わねえんだから、もうあの買い付け申し込み入ってませんと。 言っちゃいましょうよ、先輩みたいなね、<laughs> そういう不動産業者もいます。でも、いいです。それはもうね、あっちのお話なんで。で、だめでした。あんなバナナのたたき売みたいなね、その半額で売れるわけありませんみたいな。でもね、買い、それでも売りたいっていう人がいるんです。相当な確率で。だからそこをね、何回もやってください。だから20回やってくださいね。はい。えっと、それであの、買い付け証明書1枚目の記載。 1>, 1枚目に記載を収めるわけですねめんどくさい。めんどくさい説明を求められる恐れがあるんですね。オーナー様からね、業者は。だから2枚目に印刷しちゃいけませんよと。で、オーナーに渡さない可能性もありますと、買い付け証明書の1枚目ならね、オーナーの目に届く可能性が高いです。そこに気の利いたことが書いてあると、こっちにちょっと売ってあげようかな、みたいなね。 もうね、オーナーは同じような物件10個も20個も持ってるんですよ。10個も20個もね、あったらね、あの、半額でも売ってもいいかななんて思ったら売っちゃうんですね。これが恐ろしいところなんです。で、不動産仲介業者からこう言われます。こんな差し値、ね、相手にね、要は売り主に見せられませんよと言われるんですね。したらあの、業者はね、オーナーに怒られるのが嫌なので、見せない可能性もあります。で、これからオーナー様が追う でそしたらね、ここにはこれからオーナー様がこの物件を運営するにあたっての追う可能性のある修繕費が書かれているので、こんなに修繕費がかか,かかるんだったら売ってしまおうかなとなるかもしれないので、ダメ元で交渉してくださいって言ってみてください。え交渉というか、ただその紙を渡すだけなんですけどね、あの <laughs> あのこのでもねあの、これが料亭物件だったら。 この売り主様に売った方がいいですよってね、勧めてくれるかもしれないですねあ。じゃあね、この買い主様に売った方がいいですよってね、勧めてくれるかもしれないです。でもね、そういうと、ああ、確かにな、こんくらいこの物件、これから修繕費かかるだろうなってね、まあ、要は不動産業者だったら分かるわけですよ、大体こんくらいかかるっていうのは、うん。で、それを本当にやってもいいですし、そこは、ね、もっとうまくやってもいいですし、あの要は値引き交渉した分、まあ、自分が得するわけですね。 で、まあ、交渉してくださいと言ってください。で、可能であれば、金額の根拠として、業者からの見積もりを取っておいて、添付して一緒に渡すのもありですと。だから、本当に1部屋のリフォーム55万円かかるのかよってね、思った時に、その、業者からの見積もり書もね、あ,のあって渡せば、あのちょっと説得力のある根拠になる場合もあります。もう渡さなくてもいいです。はい。ということでね、 次、もう一個あの物件の事例を、まあ、参考としてやっていきたいです。これはのまた別の会社の不動産購入申込書、まあ、買い付け証明書ですね。うんで、えー、融資利用割にして、融資特約条件付きって、もし、ね、そういうのを書くところがなかったら、こうやって自分で書いてください。融資特約っていう、ね、言葉がわからない不動産業者、不動産業者はいないと思いますんでね。で、えー、指定金融機関未定とかにして、 えー、購入価格の理由は書きの通りっていう風に書いて、まあね、大体、あのー、こういう風うに書いてあるんですけど、その下にスペースがあれば、もりもり書きます。じゃここを拡大していくと、まあ、購入価格の理由、現オーナー様が愛された、まあ、ここ大体同じですね。本物件の、えー、現入居者様に引き続き快適な入居生活を続けていただくとともに、満室経営を目指すため、えー、以下の処置が必要と考え、記載の 購入金額とさせていたただきました、えー、どうかチャンスをお,お分け与えくださいと。部屋のリフォーム、畳フローリング50万円 ×16 室で800万円、2階ベランダ部分についてうんぬんかんぬん、えー、8部屋で320万円、コンクリートのひび割れ、まあ、水道の引き込み、で、まあ、当初の780万円だったものをもろもろ引いていくと5400万円くらいになりましたみたいなそういう。 あれですねまあ、これ、結構控えめな、ねあのー、差し値ですけれども、えこれ、何も書かずに5400万円差し値、ね、えー、書いてあるよりもずっと印象がいいです。あのー、あこの人は本当に入居者を幸せにするつもりがあって、本当にこの物件買いたくて、本当にこの地域とこの物件愛してくれてるんだな、自分が好きだったの入居者さんも幸せな生活が送れるのかなと思うと、売る理由ができますよね。はい、だ,だって、もともと売る理由があるから売り出しているわけですから。 ということで、えー、今日はこのメインコンテンツ、いかがでしたか、あのー、買い付け証明書ですね。このメインコンテンツ、これを銀行の OK をもらったあもに、えー、もう資料を作って、この物件買いますっていうので、これで指、えー、し値交渉していくわけです。そして指し値交渉は、ね、あの1億円を5000万って言ったら、 えー、いや5000万じゃ売れませんよとかね、まあ、しばらく無視されてて、3ヶ月後に忘れたかのように、あの時あの買うって言ってた、澤さん、あのーね、5000万じゃ売れないですけど、まあ、1000万円だったらいいってオーナーが言ってきましたとかね、やっぱね、オーナーも売りたいに最悪、約して7000万円だとね、高いので、えーまあ、勝てないなって、でも自分の中でね、6000万,万とは言ったけれども、6000万円でも勝てるなと思ってたら、まあ、最終的に6000万円に導くように。 7000万じゃ買いませんけど、5500万円だったら買いますよってね、そこであ5000万で買えないんだったらダメですって言うと、そこで交渉が終わっちゃうので、少し譲歩するわけですね。5500万だったらいいですよって言ったら、そこの向こうがね、6500万だったらいいですよみたいな来たりするわけですよ。したら、そこでじゃあ中を取って6000万円にしましょうかで、まあね、成立っていうパターンもありますね。まあ大体その ゴルフのようにねこうやってどんどんピンに近づいていくみたいなこうンビョ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 ンビヨンビヨンビヨンビョンビョンみたいなそうやって最終的に自分の望む金額に収束させていくっていうのもありますまあ大体そういうパターンで交渉終わりますねはいいかがでしたでしょうかこれであなたも買い付け証明書入れられますねただのバナナ叩き売りの安売り刺し値野郎の鬼の刺し値 親父が、えー、差し値上げに来たっていうそんな感じじゃないですねそして相手に好感を与えてかつオーナーに読んでもらえるこの買い付け証明書の書き方これは使えますよここまでね説明しているところないと思いますねはいそれではこの知識を使ってあなたの本当の人生に自分で描いた未来を手に入れて自分で設計してそこに自分の人生自分を導いていってください それでは本当の人生にいってらっしゃいイエース